春菊は、菊か春菊属に分類される植物。原産地は、地中海沿岸。春にお咲かせ、葉の形が菊に似ていることから春菊と呼ばれている。食用にされる。日本では、葉に切れ込みの少ない大葉が、四国、九州で切れ込みのある中葉がそれ以東で、それぞれ栽培される。中葉はさらに、株立ち型と株り型とに分かれる。 香りと葉や花の形から、関西では、菊名とも呼ばれる。稀に、新菊と表記されることもある。葉の切れ込みは深く、香りが強いものの収量が少ないため、あまり栽培されていない。春菊が食用とされるのは、東アジアにおいてのみである。そうの時代に、中国に流入して、素材となった。特有の香りを持つ葉と茎を食用とし、ビタミンやカルシウム。 用量クソが豊富に含まれている。すき焼き、ふぐ鍋など鍋料理の具材に使われるほか、生食も可能でサラダに使われる。天ぷらのネタとしても好まれ。春菊店は関東の立ち食いそばうどん店では定番メニューの一つである。春は11月から3月。中国では炒め物にする。味は産地によって違い。例えば、東京産の春菊は苦いが、逆に、 広島産は甘い。栽培がしやすく、需要はあるが、傷みやすいのが欠点であるため、大阪府など、都市付近で栽培されることも多い。苦味は茎にはなく、葉を加熱した際に出てくる。ヨーロッパでは干渉用とされていたが、近年では和食の影響を受け、徐々に料理に使われてきている。日本では、食用のイメージが強いせいか花のことはあまり知られていないが、 写真のように綺麗な黄色い花がつく。また、絶妙花の外側が白い福林になっているものもある。なお、春菊に似た欧米の観賞用種に花は菊グレイビーニスコリノタがあるが、これは有毒であり、食用にはならない。文部科学省、日本食品標準成分表2015年版、厚生労働省、日本人の食事摂取基準、ハット AB。 春祭物語、春儀くぐせ、少なく生もいける、日本農業新聞2020年1月11日。ありがとうございます。